昨日と明日、世界中の人々の時間意識は回る時間から進む時間へと移り変わっていきました。つまりモダンに染まっていったわけです。アーミッシュのようにそうなることを意図的に拒絶した例外者を除いて、中でも日本人は本家のヨーロッパ人以上にモダンな態度を身につけた国民でした。その意識の移り変わりを象徴的に表すテレビ漫画が1970年に始まりました。タイトル自体がズバリ時間の問題を含んでいる明日のジョーです。主人公矢吹ジョーはどこからともなくドヤ街に流れ着いた青年、抜群の運動神経を持ちながら特にこれといった目的もなく喧嘩に明け暮れる日々を送っています。要するに回る時間を生きるものだったんです。丹下段平は彼の才能を見抜き、熱心にボクシングの世界に誘いますが、当のジョーにはさしてやる気が起こりません。そのうちに中途半端な目的を掲げて詐欺まがいの金集めに手を出し、鑑別所に送られてしまいます。しかし、そこでも相変わらずの喧嘩三昧。結果、ジョーは少年院に送られることになります。その少年院に運命的なライバルとなる力石徹がいました。力石は元プロボクサーで、観客からの八百長というやじに我慢ができず、殴りかかってしまったプライドの人です。ボクシングというルールのある世界、ランキングというヒエラルキー構造を持つ世界に彼は暮らしていました。かたや、ジョーがいたのはルールのない世界、目の前にいる相手を倒すだけの場当たり的な世界です。たとえ人並み外れた運動神経を持っていようとも、専門的な技術を磨いたプロボクサー、ましてや、天才的な才能を持つ力石にかなうはずもなく、ジョーはあけなく打ちのめされてしまいます。しかし、そこからジョーの時間が変わり始めるのです。受け入れるつもりがなかったはずの丹下南平の指導を吸収し、ボクシングの技術を身につけようと決意します。つまり、力石という縁と目的に出会ったことで、彼の時間は一気に回る時間から進む時間に変わっていったわけです。練習のメニューに書かれた明日のためにという言葉はいかにも象徴的でした。同じような練習を繰り返しながらも、そこに流れる時間は喧嘩を繰り返していた日々のそれとは違います。ジョーの時間は力石を倒すという目的に向けてゆっくりと螺旋型を描いて進化するモダンな時間に変わったのです。通常、回る時間と進む時間のドラマが混在することはありません。明日のジョーはまさに時間概念の移り変わる瞬間を見せた貴重なドラマだったわけです。ちなみに原作者の梶原一騎がキリスト教徒だったことは有名な話。彼がモダンの時間構造を把握した上で明日のジョーを構想したとは思われませんが、革新的なイメージの提示はその信仰と無縁ではなかったように思います。やがてジョーと力石は少年院の中に設置されたリングの上で戦います。試合の流れは圧倒的に力石有利。優れた運動神経に集中的な特訓で磨きをかけたとはいえ、付け焼き刃の技術はプロの実力とは程遠く、ジョーは幾度となく力石のパンチに倒されます。しかし、何度倒されても立ち上がっていくジョー。試合は結局クロスカウンターパンチという、とびきりモダンな必殺技。抜群の逆転技術によって引き分けに終わります。そして、その時から力石にとってもジョーはエンド、目的となりました。少年院を出たジョーと力石は、それぞれにプロボクサーの道を歩みながら、互いを強烈に意識していきます。が、プロボクシングの世界には体重差という別のヒエラルキーが存在し、二人の戦いを阻みます。目的達成のために過酷な減量に挑み、ジョーのいる階級まで体重を落としていく力石。ジョーを倒すことが力石のエンドであり、力石を倒すことがジョーのエンドという、合わせ鏡のようなライバル関係がそこにはありました。最終的に勝者となったのは力石でした。彼はつぶやきます。終わった、何もかも、と。それはエンドに達したことを示す言葉でした。しかしながら、ボクシングという限られた世界の勝敗とは別に、力石の肉体は死という究極的なエンド、
終わりを迎えます。それはジョーが望んだ戦いの幕引きではありませんでした。むしろリキー氏はさらなる高みの目標となってくれるはずのかけがえのない存在に変わろうとしていたからです。試合後、ジョーは素直に自分の負けを認め、握手のために手を差し出します。リキー氏もそれに応えるべく手を伸ばしながら、ついに二人の指は触れることなく、リキー氏はうつ伏せに倒れ、帰らぬ人となりました。はっきりと輪郭を描いた瞬間に、高みの目標は一瞬にして姿を消したのです。エンド以降の世界、私にとってポストモダンという時間感覚が最も合致するイメージは、リキー氏亡き後の矢吹城の苦闘です。目的を失った後の疑似的な回る時間、自分に向かって跳ね返っていく批判意識、その話は改めて第5章に綴ります。多くの場合、オリジナルな作品は以降に続く作品の問題を最も象徴的に表しているものです。1970年にテレビ放送が始まった明日のジョーは、モダンなテレビ漫画のエッセンスを凝縮した類いまれな作品でした。